今日は県内で新たに4700人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました県内の感染者の累計は30万人を超えました4700人の感染者を自治体別に見ますと浜松市1233人、静岡市985人、沼津市266人などとなっていますまた県内では新たに基礎疾患のある高齢者7人の死亡が確認され 8月に入ってからの死者は43人となりました新規感染者は先週の日曜日から850人以上増加し日曜日としては過去最多を更新県内の感染者の累計は今日で30万人を超えましたコロナ患者用の病床使用率は県全体で84.0%で 県中部では90.8%と危機的な状況が続いています。